ガネメ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 ガネがないよ。つけて帰ってきた。つけて帰ってきた。あ、つけて帰ってきてないかも。まあいいや、とりあえずこのメガネがあるから。はい、ということで、録画できてますでしょうか。ということでね、今日からっていうか、パッキング動画またしたいと思います。いつもね、このリュックで行くんですけども、奥さんが今日はね、これ、この前購入した無印のジュートバッグ、麻ですね。これめっちゃ人気あるみたいですね。200円ぐらいだっけ ?300 円ぐらいだっけ。とりあえずめっちゃ安かった。250円ぐらいですね。これを持っていくということで、僕は、今回はこちらヘッドポーターのヘルメットバッグでいきたいと思います。いつもねリュックなので、まあ、たまにはこれも使わないといけないなと思って、でここにねいろいろこういつも通りこのね中身パンパンに詰まったこれをこっち側に入れて、着替えとかも適当に今見繕いました。一応行くときはもうこのねリーバイスの今日今履いているエンジニアドジーンズ、これを履いてこのユニクロ U のね T シャツ、これどう？いやもう普通でいいでしょ、うん、ね、ポケットもついてるし、私もユニクロ U で、ね、私もユニクロ U で行きますから。でこれとこれで、まあ、あとニットキャップなのか、まあこのまま真ん中分け、真ん中けトランクスヘアなのかキャップかぶるのか、まあこのあたりはいいとして、私もキャップ持っていく。私のキャップはない、これかな、違うのはこれはコーデュロイかということで、こちらにいつも通り詰めていこうと思います。容量ね、ヘッドポーターのヘルメットバッグかなりあるんで、リュックより余裕なんじゃないかなということで、まあどんな感じの動画にしていくか、今ねバタバタ用意をしているんですよ。なぜかって言ったら夜中から行きます。でどこに行くかってさっき言ったっけ、うん、言ってないか。出雲でございます。前どっかの動画で言ってると思うんだけど、まあいいや、とりあえず言ってた。あ、そうサプライズ、私のキャップは、ね、でとりあえずねこのね無印の長袖シャツとりあえず1枚持っていけばなんとかなるかなとか思って、まあ、基本半袖で過ごしたいなとは思うんですけども、いかんせんとりあえず1日目雨っぽいんだよね。でも出雲の雨だったらなんか縁起雨とかさ、なんか龍神だっけ、なんかあるじゃんね、まあついてる縁起がいいと。縁起雨だったっけ。とりあえずあの晴れてもついてるしね、ラッキーだし、雨でもラッキーということで。で、T シャツ、スターウォーズの T シャツ、これ1枚持っていこうと思います。で、あとは、何？キャップがないの？キャップがないの？で、この前買ったね、結構好評でございました。ハリウッドランチマーケットの T シャツ、こちらもね、持っていこうと思います。洋服は、着ていく T シャツ、ブラックのさっきのポケット付き T シャツと、T シャツ2枚ですね。まあ寝巻きも多分どっちかになると思うんで、T シャツ2枚と、さっきのシャツを入れて、下着類もこっちに入れております。スプリームのね、これね、ショッピングバッグめっちゃ便利なんですよ。多分これ、何？適当に入れても普通に余裕で入るんだよね、このヘルメットバッグ。めっちゃ入るから容量。これガサッて入れるでしょ？ガサッて入れます。まあ、現時点なんかこの半分ぐらいなっちゃったけども、ここから、続きまして、いつもの7つ道具かどうかわかんないけど、7つ道具でございます。まあね、筆記用具だとか、モバイルバッテリー本当重要ですね。モバイルバッテリー満タンでございます。あとね、今回ね、旅の小遣い1万円でございます。1万円でいろいろできるんじゃないかなと思います。これ入ってます、1万入れております。でいつものこのねケーブル類ですよ。もうケーブル類、充電のケーブル、ライトニングケーブルとか、このあたりもういつも持っているものをそのままねここに入れていきたいと思います。まあ、今回ねリュック、まあ基本的に車移動だからリュックいらないなとか思って、でこのまま適当に入れていきます。これ外側でもいいかもしれないな、これ入れとこうか。でそれからまあいつものでございます、ショッピングバッグ
常備薬、汗拭きシート、ポケットティッシュということで、これをまた適当にポンと入れておきます。で続きまして、必要なものは三脚だ。三脚でございます。ベルボンのね、一番最近買った三脚でございます。これを小さく畳んで入れていきたいと思います。あった帽子ない？どっかあるんじゃない、その辺ないかな。ないですか。これね、小さく畳みたいと思います。ない、本当。どっかシュプリームかぶっていきますシュプリームありますよ。シュプリームあります。で、いつもね、どこ行くか決めた？どこに決めた？なんかね、うん、美穂神社も行きたい。行きたい。グーゴーで決めた。グーゴー見た？発音良すぎた。グーグル。グーゴーで決めました。暑い、めっちゃ暑いな。よう喋るからな。で、なんやかんやで、もう大体ほぼ終わりでございます。もうね、もう、何？着替えでしょ？で、さっきの僕の7つ道具、これ入れて、あと三脚ここ、もうほんと余裕なんすよ。ヘルメットバッグ、無敵ですね。で、なんやかんや入れて、もうこれだけで終わり。で、そう。お財布類はね、間違いないでしょ、これ。無印の、撥水サコッシュ。これほんとに良かった。これでお財布類をもう肌身離さずこの辺りに、そう、完全に落としはしないけども、いつもあれ小銭入れがない、あれ財布がないばっかりだから、こんな感じでね、ここに入れておけば絶対的に大丈夫。で、車の鍵は車の鍵ね、僕ね、いつもここにぶら下げてるんですよ。これこんな感じぶら下げてるんですけど、今回車の鍵はデニムベルトループついでございます。ということは、ここが見えるかな、ここが定位置、これで絶対的に大丈夫、絶対的に大丈夫です。で、それから、そうスニーカー、この前買ったコルテッツもいいけども、今日はねこれいきたいと思います。ノースウェーブエスプレッソですね。何、靴何履いていく？アディダス。あ、この前買ったやつ、うん、下がゴールドの、ゴールドのアディダススーパーサーと、僕はノースウェーブエスプレッソでございますと。いやね、楽しみですね。で、今ね、夜の10時半ぐらいだから、まあ、バタバタ用意して12時か1時ぐらいには家出てですね、出雲の方に下道で海沿いをずっとね、のんびりのんびり行って、どっか道の駅あるんで、そこでまた仮眠取って、朝のね9時半とか10時前には出雲行っときたいね。出雲大社行きたいね。出雲大社か行きたいね。まあそんな感じでですね、今日はパッキング動画でございました。ヘッドポータープラスヘルメットバッグ最高ですね。まだね余裕ある、こんな感じで。私のものも入れる？まだまだね、全然余裕。もうね、これね、本当に丈夫だから。で、あとは、そう。あとね、これですよ。梅ちゃん。眠気覚まし。なんか、咳が出た。眠気覚ましに、ダイソーでね、また買っちゃいました。カリカリ梅でございますね。これと、あとは、何？トライアルかなんかどっかよ。で、ちょっとジュース類を、買ってですね、少しでもこう節約、であとホテル代も払ってるからね、カードで5000円、見たらね、ちゃんと見たらね5800円でございました。セミダブルかなんかのビジネスホテルだけど、まあまあそのあたりね。で、そば、出雲そば有名どころなんだったっけ。羽屋の駅前、うん、出雲の駅前にあるらしいんで、そこでまあ明日の晩ご飯はそこで食べて、あとは何、スイーツ、なんかお菓子屋さんとかあるのかな、いろいろ ね。そのあたり出雲、去年ね、前在か、去年は4月だったっけね、1ヶ月遅れ、まあちょっとね雨っぽいんですけど、まあまあそれはいいか。で、2日目はね多分ね晴れるっぽい、
荒れるっぽいから、まあ、そのあたりです。だから暑いか寒いかもどうか分かんないから、とりあえずシャツ持って行って、まあ、なんとかなるだろうという感じでですね、パッキング動画このあたりで終わりにしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。ではまた見てください。いやーこれほんとめっちゃ入るから他入れなくていい。なんかキャップどこ行った？キャップどこ行った？あのシュプリーム貸しますよ。シュプリームいかがですか？これあの探し物見つかりました。ニューハッタンのブラックのキャップでございます。なんかこう見たら黒ばっかり。